菊香る11月3日文化の日、県政庁で第10回愛知県表彰式が行われ、躍進愛知に功労のあった地方自治教育文化産業など21人の方々と優秀な2つの消防団の功績が称えられました。また県教育委員会でも9名の功労者と3つの優良団体が表彰され、文化の日にふさわしいひとときでした。食料増産に励む県下20万農家の人々に感謝の集いが、勤労感謝の日を前にして18日愛知文化講堂で行われました。桑原知事の感謝の言葉に応えて、農村代表から一層食料増産に励むと力強い言葉が述べられました。皆さんありがとう、頑張りますと固い握手。農村元氏も力を合わせて明るい理想郷土建設に邁進することを誓いました。戦災を受けた愛知県護国神社は、遺族のための大火会館とともに県民の熱誠が実を結んで立派に完成しました。天皇陛下の幣箔料も奉納され、秋晴れの11月6日本殿遷座の儀が厳かに行われました。神の大前には5000人の遺族代表関係者が参列、雅楽の調べに鮮魚の列がしずしずと海廊を進みます。絹垣の中に4人の遺児がお歯車を抱擁、知事をはじめ各界代表が愚部、県下の戦没者8万余柱のご神霊は木の鴨新たな御本殿の奥深く遷御されました。御霊を慰める万歳楽が奏され、400万県民の心を込めた遷座の儀式は滞りなく終わりました。また翌7日から3日間にわたって遷座奉祝の御霊祭りが行われました。奉拝の人々は遺族とともに御霊よ安かれとその冥福を祈りました。ここに8万余柱の御霊は永遠に神静まりましたのであります。